どうも、達也です。今日は外でパニックになったり、外で緊張しちゃったり、心臓がバクバクしたりっていう時に使える技を一つ、ね、ご紹介します。これは僕自身も使っていたんですけども、呼吸法なんですね。呼吸法で、どういった呼吸法かっていうと、お腹のここね、ここに手を当てて目を閉じて一定時間呼吸します。で、この手のひらの温度って結構あったかいですね。こうやってやるとわかるけど、あったかくって、これをお腹に上で当てて、で、このお腹の上でなんとなくあったかい手の体温を感じながら、そして鼻から息吸って口から吐きます。鼻からはだいたい4秒ぐらい吸って、口からは6秒から8秒ぐらいかけて息を吐きます。で、もっとなんか難しいなと思ったら、吸う時間より吐く時間を長くすれば OK です。特に使えるのが、そう、電車の中とかね、そういう、なんだろうな、今までそのすごく辛い経験があったりして、外に出にくいとか、で、外に出たけど、頑張って出たけど、やっぱりこう緊張しちゃって、どういう風にしたらいいか分かんないっていう時に、ね、よく使います。では、ね、簡単にやってみましょう。じゃあまず手をこの辺り当てます。で、目はなるべく閉じた方がいいです。目を閉じて、で、鼻で吸って、1、2、3、4、で、鼻から吐くか口から吐きます。1、2、3、4、5、6、7、8、で、これをそうですね、10回ぐらいは続けてみましょうか。とりあえず落ち着くまでやっても大丈夫です。落ち着くまでやっても OK です。なので、これをピンチになったら使う、この呼吸法をぜひぜひ覚えておいてください。まあ、僕自身がもともとすごく体が弱くて、で、電車に乗ることすらできなかったんだけど、でも それでもやっぱり外に行きたいと、だから挑戦していきたいということで、じゃあ何かできないかなって思って、調べたりした結果、こういう結局呼吸っていうのが大事になるっていうのがね、分かってるんですよ。例えば本もね、こういう、まあこれは、マインドフルネス、まあ、瞑想とかそういう系の本だね。そう。で、これが、まあ、これ運動の本。まあ、これも運動の本。で、この中に書かれてることなんだけど、これまあ割と最近の本なんだけど、結局人間を今変えたいとか強くしたいとか、よく調子を良くしたいって思ったら、運動、食事、睡眠とか。で、ここに呼吸、で、勉強。で、おすすめなのが、瞑想、まあ、マインドフルネス瞑想みたいなものですね。これを入れて、ここで改善していく。結局、すごい、なんだろう、いろんな研究とか見るんですけども、結局、運動が最強のツールであると。最強の自分を強化していく方法の中で最強であると。まあ、有酸素運動だとか、まあ、無酸素運動も含め、体を動かすということは最強の運動であります。で、そこに瞑想で脳の集中力をコントロールしていく、集中力とか、そのなんだろう、まあ、今どういうところにパニックになっているのか、パニックになったところは元の状態を戻すような、自分の意識っていうのは今どこにあるのかなみたいな風に、そういうトレーニングを瞑想でする。すると、まあ、肉体的にも頭の中的にもすごく成長できて強くなって、例えばすごい、ね、ムキムキな人がいたら、やっぱりムキムキな人って何でしょう、外で見ていて結構どっしりして構えてますよね。それと同じで脳の中にも筋肉、まあすごいふわっとした言い方になっちゃうけど、脳の中の筋肉を鍛えるのが瞑想なので、瞑想は本当におすすめです。で、話を元に戻すと、呼吸法だね。呼吸ってじゃあ何なんだってね。でも24時間必要で、止めると死んじゃう、絶対に欠かせないものなんだけど、人間って身近にあればあるほど、ずっとやっていればやっているほど、その物事に何だろう、意識をできないというか、当たり前のことほどなんか適当に扱っちゃう傾向があるので、その中で一番大事なのは呼吸で、呼吸で、例えばそうだな、走ったりすると呼吸が荒くなったり、心拍数が上がって、で、落ち着いてると呼吸がゆっくりになる。こういう風に人間の、状態と呼吸の方法っていうのは、すごく関係があるので、逆に呼吸から
その心拍数を下げたりっていうのもできるので、まあ、それを含めた紹介ですね、今回のは。なのでまずは、まあ、パニックになっちゃったりとか、まあ、気持ちを落ち着けたくなったりとかしたら呼吸に注目する。でその中の一番簡単なのはお腹の上に手を当てて、でお腹が膨らんだりへこんだりしているのをこうやって手で感じながら、温度を感じながら目をつぶって息をする。一定時間落ち着くまでやってください。10秒って言いましたけども、10秒でもいいです。で日々そこから習慣化していけばいいです。そうすると呼吸で自分のコントロールできるようになっていきます。自分をコントロールできるようになれば、どんなところにも自分がその出かけられるようになっていくので、そうやって自分をちょっとずつね強化してみてください。まあ今日こんな感じですかね。はい、まあ、もしねこれがちょっとでも参考になったなと思ったらね、チャンネル登録ねお願いします。でまたこういう何でしょう、トレーニングとかもこの辺でどんどん実践で出していこうかなと思ってます。結構その家からなかなか出られないとか、そういった状態からのトレーニングのメニューとか、あとは、まあ、ヨガだったり、瞑想だったり、ストレッチだったり、呼吸法だったり、まあ、あとは食事、睡眠とか、そういう挑戦したいけど、なかなかできない。でも、なんか頑張りたい、みたいな人にね、刺さるような、わかりやすいような動画にしていきます。僕自身がそうだったから、そう。なかなかなかったんだよね、こういうのって。そう。で、楽しくないと辛いから。OK。では、こんな感じに。で、呼吸ね。呼吸。ぜひともね、使ってください。使わないと何にもならないぞ。知識入れただけじゃ。ではでは、使ってみてください。ではね。